いやーちょっと今もう緊急事態でちょっと慌てて今カメラ撮ってるんですけど、なんかちょっと大変なことが起きまして、なんか買い物行ってたんですよ。でそしたらなんかメロン買ったんですけど、なんかメロン入ってないんですよ。で今車見てきたんですけど、えっちゃんあった？いや本当にない、マジでない。えこんなことある？いやね、待ってカメラ撮ってる時点でこれはいたずらでしょ。違う、いやこれは本当に絶対いたずらしてるでしょ。今これはマジ、これはマジで何もしてない俺本当に。いやだからおかしい。いやだってしかも俺メロン高かったじゃん。だからちょっと一発動画になるかなと思ってとりあえず回してるんだけど、うん、いや待って、本当にマジでない。本当にやばい。えだから買ったよね。いや買ったよ。え買って、うん、レジも通してで詰めてたわけじゃん。でその時に、もうほんとなんか無心でこう入れてたじゃん。いやだからさ、俺さあん時さ言ったじゃん、メロンさ下引いちゃダメじゃん、うん、で上置いた方がいいよねって言っててさ、うん、まあそうだよねって話で会話したね。会話したじゃん、うんうん、で俺上置いたじゃん、上に台の置いたね。詰めたのいっちゃうんだよね。だってうん、詰めたの私だよ。私だけど、そうだね、うん、え待って、どっち、でも多分、まあ、入れたのいっちゃんなのかな、どうなのか分かんない。ほらほら人のせいで違うよ絶対ね。私自分でも思うけど絶対自分じゃないと思ってる、うん、もうあれ高かったじゃんマジで。いや高かったよ。だってえだってそれあるとしたら多分上に置いてあるわけでしょ、持ってってないんだとしたら。だからワンチャン今からスーパー行って取りに行けばあるかもしれないじゃん、うん、けどそれ取っていいのか分かんないじゃん。買ってもさ、証拠はレシートあるけどさ、うん、ねえ、そうそう、しかもね、値段もいい値段してるからさ、うん、でもさ、私さ、思い出してたんだけど、うん、最後さ、メロン持ってねって言ったよね、私俺に言ったと思う、多分。で、うんっつってで、先行ってさ、車いつもさ、先行くじゃん、うん、車出すために、こう荷物早くいられるように、うんうん、え、その時持ってったじゃん絶対に。で私ってそれこれだけ持ってあの助手席に座ったんだよ。それを覚えてる。そうね、助手席いつも置いてるもんね、うん、置いてるからこれは。え多分俺絶対自分だと思うよ。よく思い出してみ。でもそれだったら車、俺さっきさ後ろの席とか見たけどさ何も置いてなかったよ。え、じゃあどういうこと？どっちか、俺が持ってき忘れたのか、それともそれがなくて本当にここに入れるためにやってたのか、その会話を覚えてない。え、だから行ってみるしかない。行って、まあどの道あればあればいいし、まあなかったらあればね、本当にそのメロンだけがさ、そこにボンボンって置いてあれば、あ、私たちだねってなる。取ってっていいのか分かんないけど、とりあえずちょっと一発行ってみよう。なんかさ、本当に実際に買ったけどさ、すっごいなんかで悪い気持ち。いや、悪い気持ちなんか盗みに行くみたいな感じじゃん、回答、うんうん、キットみたいなじゃんね。そうね、うん、誰誰ってなんだよ。誰ってなんだよ、ぜえな。誰ってなんだよ。それどころじゃない。行こうよ、待って、メロンが待ってるんだよ、うん、泣いてるよ、置いてっちゃったもんだ、お前な。私だからね、私じゃないって頼んだんだもん。いや、とりあえずじゃ行くか。マジで行こう、本当に早く行かないと本当になくなっちゃうから。マジで行こう。すいません、今ねそのスーパーのところに着いたんで、とりんちゃんね今車の中で待ってもらって、僕だけさーっと行ってくるので、とりあえずちょっとあるかわかんないですけども、ちょっと今から見に行ってこようと思います。じゃあ運命はいかに、行ってきます。はい、ということでね、今ちょうど戻ってきたんですけど、とりあえずちょっとりんちゃんにね現状を報告してみたいと思います。それではちょっと、じゃあカメラつけてますね。あ、帰ってきた。おかえり。よいしょ。え、ちょっと、はい、持ってないじゃないですか。あ、そうですね、ちょっと見てわかる通り、うん、なかったです。だよね。一応一番最初行って店員さんに、うん、すいません、ちょっと置いてあるの見なかったですかって聞いたの、うん、そしたら、いやちょっとすいません見てないですね、すいませんちょっと聞いてみましょうかって言うから、いや大丈夫ですつってさ、うん、行った時にさ、ちょっと俺ね、うん、あって思ったの、うん、何あれって思って、あの順路を自分で辿って戻ってきた時に、うん、なんかおかしいなと思ったの。何が、何やめて。ちょっとね、だからあんまりちょっと店員さんにもちょっとあんまり聞かなかったんですけど、ちょっと聞いた時になって思って、うん、ワンちゃん後ろ見ていいですか。
ねえやめて待って、だってさっきさ車見たって言ったじゃん。見たんすけど、わかんない、ちょっとわかんないんですけど、俺後ろで俺トランク見てないのよ。俺待って、俺もしかしたらちょっとわかんないんだけど、本当にわかんないんだけど、とりあえずちょっとトランク見る。わかんないわかんない、いやでも怖く怖い、もうやだ、もうちょっと待って、もうこれでもうあったらあれだからね、もうやめて本当に。だから言いづらかったから、とりあえずちょっと後ろ 見ようか。もうとりあえず見よう、まず早く見よう本当に。うん、じゃあちょっと、うん、いいっすよ、ちょっと行きましょうか。おいおい見ろ、おい見ろってあるぞここに。どういうことだ、ね、もうさ誰のせいだかもう分かるよねこれ。ほらやっぱ言ったじゃん、絶対私じゃないって。あれと思ってさ行った時になんか俺さ多分持ってたんだよね、トランクに置いたんだと思うんだよ、うん、いわゆる潰れちゃうから。で多分マフラーの近くに多分置いたんだよ。そうだよね、こうやってで帰ってきて、んちゃん多分後ろにも隣助手席にも置いてたじゃん、うん、だからもうその中に俺多分入ってると思ってて、だから多分そこに置いたの忘れ、あの純粋に忘れちゃったんだろうなと。え、だよね、普通に絶対シンプルに忘れてたよね。すいませんでもよかったって本当に。いやでもまさかね、自分でもさトランクに入れてたけど、トランクに入れてると思わないじゃん。え、だからその瞬間マジで記憶飛んでんでしょ、その時だけ。あ、でも最近飛んでんだよね俺記憶、睡眠不足。いやマジ本当に、まあそ、まあそう、まあ、体も休ませた方がいいよ、もうそこも心配、もうそれすら忘れる。ごめんねメロンちゃんこの人が忘れたの、ね、本当マジで私じゃないよねこれ、絶もう私じゃないよこれは。じゃあ帰って食べようよ早く、帰って食べ、早く早く帰る、帰って食べようじゃなくて、なんか言うことあるよね、なんか言うことあるよね。クリームソーダね、本当にマジで本当にマジこれは許さないよ、はい、ちゃんと言うことあるよね。ソーリー、ここは日本、ここは日本ごめんなさい、はい、いいです、じゃあ許します、うん、はい、じゃあ美味しく食べよう、家で美味しく食べてください、味のレビューで。おかえりメロンちゃんベルも来てくれました。ベル、ほら、メロンだよいらねえよ、つってよ。はい、コカちゃん、来ちゃったもんねよかったね、来ちゃったもんね、じゃあ忘れてきちゃうから自分でじゃあもう人の手にするんじゃないよじゃあちょっとりっちゃんこうやって綺麗に切ってくれたので、はい、いただいてみようと思います。まずみんなに見せてみようか、ほら見てこれ綺麗、綺麗でしょ、何色っていうんだか分かんないけど、これ何色なんだろう、茶色かなこれ、多分黒かもしんねえな。じゃあいただくよ、どこがうまいのか食べた、どこがうまいのかな、これじゃあ私がやってみる、塗ってくる、うわ美味しそう、いただくぞ、はい、うん、いただきます。あー、あー、おい、あーい、おい、うめえだ、正解これ、これ正解、うん、はい、じゃあ行こうぜ。おい、俺今すげえ食べたかったのに、うん、これは本当に美味しい、うん、早く、いい、早く、うん、おい、おい、ふざけんな、おい、もうあれんちゃう、やらすの、やめよう、そんなうめえ、これ本当に美味しい、これいただきます。うん、うん、やばくないめっちゃ美味しいよ待って、これ冗談抜きでうまい、うん、